エマニュエル・ダーマンは、南アフリカ共和国出身の経済学者、実業家である。主に代表的クオンツとして、またマイライフ・アズ、エークワント、リフレクションズ・オン・フィジックス・アンド・ファイナンスの著者として知られている。利率に関する最初期のモデルブラック・ダーマン、トイモデルの提唱者の一人であり、他にローカル・ボラリティに関するダーマンイコールカニモデルの提唱者の一人でもある。このモデルは、 ボラリティスマイルと矛盾しない最初のモデルである。現在はコロンビア大学の教授であり、同大学金融工学プログラムの責任者を務める。またファンドのためのファンドプリズマキャピタルパートナーズ社のヘッドオブリスク職も兼ねている。著書マイライフアズ、エークワント、リフレクションズオンフィジックスファイナンスは、米ワイリー社から2004年9月に出版され、 米ビジネスウィーク誌により2004年のビジネス書トップ10に選ばれた。ダーマンはケープタウン大学を卒業後、1973年にコロンビア大学で理論物理学の PhD を取得し、博士論文では電子ハドロン産卵における中性カレントの検証実験を提案した。1973年から1980年にかけては、 素粒子物理学の現象論に関して、ペンシルベニア大学、オックスフォード大学、ロックフェラー大学及び、コロラド大学ボルダー校で研究を行った。1980年から1985年に、かけては、エ t ティティーベル研究所において、数式処理システムヒークスの開発等に当たった。1985年には、ゴールドマンサックス社の再建本部に移り、 ここで利率に関するブラックダーマン、トイモデルを共同で提唱した後、1990年から2000年にかけて株式本部の軽量戦略グループを率いた。同グループはローカルボラリティモデルとボラリティスマイルの研究のパイオニアとなった。1997年にはゴールドマンサックスのマネージングディレクターに就任し、2000年には同社の軽量リスク戦略グループ長となり、 2002年にはゴールドマンサックスを退社し、現職であるコロンビア大学とプリズマキャピタルパートナーズ社での職に就いた。ダーマンは国際金融工学者協会と米サンガード社が共同で選出するファイナンシャルエンジニアオブザイヤー2000の一人に選ばれた。また2002年には米リスク氏の名誉殿堂入りを果たした。金融工学のボラティリティ及び金融モデリングの 音質に関して、多数の論文を執筆している。イーダーマン、マイライフアズ、エイク l ント、リフレクションズ・オン・フィジクス・ n d f ファイナンス、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ・ ISBN0471394203、エマニュエル・ダーマン、物理学者、ウォール街を行く。東洋経済振興者、2005年、ザ・ピック・オブ・ディス・イヤーズ・クロップ・オブ・ブ・ o ックス、ハット・イーダーマン &CJ ・バン・ワイク、シンプル・イクエーション。 ソルバーイッツアプリケーション2ファイナンシャルモデリングソフトウェアプラクティスエクスペリエンス14ナンバー12ピアニッシモ1169から11811984エマニュエル・ダーマン2000イヤフサンガードファイナンシャルエンジニアオブザイヤーアワードハットリスク氏の抜粋ありがとうございます